ノックス軍はアメリカ合衆国オハイオ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6万921人であり、2000年の5万4500人から11.8%増加した。軍庁所在地はマウントバーロン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ノックス軍はその全体でマウントバーロン小都市圏を構成している。 軍名はアメリカ独立戦争の軍人ヘンリー・ノックスにちなんで名付けられた。ノックスは後にアメリカ合衆国陸軍長官になった。ノックス軍は1808年にフェアフィールド軍から分離して設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は529.63平方マイルであり、このうち陸地525.49平方マイル。 水域は4.14平方マイルで、水域率は0.78%である。群域の58%が農地、28%が森林である。大半は氷河作用を受けたアルゲーニー大地にあり、うねった丘陵と谷がある。起伏はそれほどないが、場所によって標高線4 0 0フィートに達するところがある。 ノックス軍経済の大きな部分が農業に基づいており、2011年の農作物と家畜による年間現金収入額は1億1000万ベイドルに達した。トウモロコシが主要作物であり、これに大豆と家畜が続いている。軍庁所在地のマウントバーノン市には、軍内主要雇用種であるロールスロイスエナジーシステムズ社とアリエル社があり、どちらも 天然ガス生産に使われる部品の製造者である。その他の使用雇用種として、ガンビア村にあるケニオンカレッジ、マウントバーノン市にあるマウントバーノンナザレン大学、およびフレデリックタウン村にあるココシング建設会社がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ノックス軍ズノックス軍は、下記22の軍区に分割されている。ありがとうございます。